ノーマンジェシー・ホイット・フィールドにスモーキー・ロビンソンに代わってテンプテーションズのメインプロデューサーとなった。それは1966年に彼のエイント・トゥ・プラウド・ツーベックがロビンソンのゲット・レディーよりもポップチャートで好成績を収めた直後のことだった。1971年のテンプス1966年から1974年までテンプテーションズのすべての作品を制作。 SE などの実験を繰り広げた。モータウン初のヒット曲で、ビートルズがカバーした、マネー、ザッツ・ホワット、アイ・ウォントを歌っていたバレット・ストロングをパートナーとし、テンプテーションズや、マービン・エグラディス・ナイト・ザ・ピップスなどに曲を書いた。マービンとグラディスは、悲しい噂を別々にヒットさせた。グラディスのバージョンは、モータウン史上最大のヒットだったが、1年後の、 マービンのバージョンはそれを超えた。1968年に、テンプテーションズのリードシンガーが、デビッド・ラフィンからデニス・エドワーズに変わると、グループのサウンドをより激しく暗いものにした。それは、スライアンドザ・ファミリー、ストーンやファンカデリックのサウンドを取り込んだ、サイケデリックロックとファンクの融合であった。彼はまた歌の主題を変えた。ラブソングから、当時の社会問題へ、 テンプテーションズの新しいサイケデリックソウルが初めに現れたのは1968年後半の曲、クラウド9だった。それはモータウンにとって最初のグラミー受賞曲となり、デュオ、またはグループのボーカルによるベスト R&B パフォーマンスを獲得した。彼とテンプテーションズにとって2度目のグラミー受賞曲は1973年のシングル、パパーズ。 A. ローリンストーンだった。このシングルの B 面のインストゥルメンタル曲により、ホイットフィールドは、アレンジャーのポールライザーと共に、ベスト R&B インストゥルメンタルパフォーマンス賞を獲得し、バレットストロングと共に、ベスト R&B ソング賞を獲得した。テンプテーションズ、エドウィンスター、ザンディスピューテッド・トゥルースなどのサイケデリック・ソウルは1960年代。 後半のモータウンサウンドをアップデートした。曲の長さ、ギターのディストーションドラムスの多重録音、ボーカルアレンジの工夫などは彼の制作、また彼が指導したモータウンの後進たちのトレードマークになった。弟子の中にはフランク・ウィルソンがいる。しかし、ホイット・フィールドとテンプテーションズの間の摩擦と対立が顕在化し始めた。グループが嫌がったのはホイット・フィールドが 楽器編成にばかりこだわって、ボーカルを軽んじるようになったことと、ロマンティックなバラードをほとんど作らなくなったことであった。1973年、モータウンを去り、自身のレーベル、ホイットフィールドレコードを創設。最初のリリースは、モータウンから引き抜いた、ザ・アンディスピューテッド・トゥルースだった。その後、ローズ・ロイス、ウィリー・ハッチ、ニートロ、マンマ・タペー、ジュニア・ウォーカーと続く。 1976年には、ローズ・ロイスのシングル、カー・ウォッシュが、スマッシュヒットとなる。かつて、モータウン時代にエドウィンスターのバックバンドであった。ローズ・ロイスはさらに3枚のアルバムを作ったが、カー・ウォッシュの成功を超えることはなかった。この曲は1976年の映画、カー・ウォッシュの主題歌となり、サントラを担当したホイット・フィールドは1977年に、グラミー賞、映画スコア賞を受賞。 また、1977年の映画、w ィッ c h Way is Up の主題歌も担当した。1980年代初頭に、フルスのモータウンに復帰し、Temptations 1983年のヒットシングル、Sail Away や映画、ザ・ラスト・ドラゴンのサントラを制作した。2005年1月18日、彼は1995年から1999年までの、 印税収入に関する納税漏れを指摘され、有罪となった。200万ドルの脱税容疑で、半年の自宅拘束、2万5000ドルの追徴課税が、言い渡された。健康問題で、刑務所には入らずに済んだ。最後の数ヶ月、ロサンゼルスのツイダース市内病院に入院していた。糖尿病などの治療を受けていた。彼は一旦渾水状態になり、 短期間回復したが、糖尿病の合併症で亡くなった。彼は2008年9月16日午後3時半に亡くなった。ありがとうございます。